久保さん。今回は、コンサル2、2年のコンサル、最終日にしましょうか。来週の月曜日ですね。昨日か、ラスト2回目の2回目終わって、来週の月曜日、コンサルラストなんですけど、2年間やったお客さんがいます。2年です。結構長いですね。早かったなまあ、思い出。そのお客さんとの思い出みたいな。 ま、その、その子はね、あのー、まあ、大学生の時に、まあ、たまたま僕が東京に行った時に、あのー、なんだ、無料コンサルやりますみたいな、ルノワールでね、東京駅、東京駅の前にある八重洲口だったかな。結構そこで東京行った時昔やってたんですけど、無料でやりますってね、来たんですよ。で、あのー、 まあ、2時間ぐらい、その、ルノワールでお話をしまして、最後、その子に言われたのが、吉野さん、ドリームアカデミアセールスしないんですかみたいなね <laughs>。まあ、セールスしなかったんですけど。で、じゃあ入るつって聞いたんですよ。まあ、降ってきたんで。で、そしたら、その子が、あの、いや、大丈夫です。一人でできるんで。みたいなね <laughs>。ちょっとカチンと来たんですけど。 一人でできるんだったら2、3時間無料コンサル来んなよ、みたいなね <laughs>。で、その、なんかお会計するとき、あの、ね、コーヒー代をおごって、で、別れたんですけど、まあ、心の中で思ってたんですけど、で、その後、なんか、マフィア D みたいなね、コンサルを販売したら、まあ、その子が入ってきて、<laughs> なんか、ぶち切れて、いや、お前、なんか、一人でできる言うただろ、みたいなね <laughs>。ワンツー動画をぶち切れて送ったんですけど、確か、でもその前だったかなその前、なんか商品買ったのかな で商品買った時になんかド、ファンズドアを送って、いや、買うなよ、みたいなね。一人でできる言うただろう、みたいな。でその後だったかなちょ、で、コンサル入ったんですよね。で、結果的にまあ,あの、大学4年生の時にプロモーションして1000万くらい作って、で、まあ、大学卒業して、えー、今、ね、就職しないで一人でやってるんですけど、 まあその後ね、まあ、売上はちょいちょい上げてたんですけど、まあ、徐々にこう売り上げが下がっていったんですよね。で、いろいろとアドバイスはしてたんだけども、あのー、昨日のコンサルか、昨日のコンサルでその今自分がね、売上があんまり上げられてない、上げられてない。で、前は1000万上げられた。この違いは何かっていうのを、まあ、2年間ね、 なんかノートに書き溜めたコンサルで僕から教わったテクニックとかマインドとか全部見返してみたら分かりましたみたいなねいや今僕が書けてるのはマインドですみたいなね <laughs> まあそれはもうちょいちょい言ってたんですけどねちょいちょいっていうからだいぶ言ってたんですけどまあ彼がまあ気づいたんでよかったですけどまあ来週の月曜日どんな質問が来るのかちょっと楽しみなんですけど最後ね2年分の最後の質問 何食うのかなみたいな。うん。まあ何が言いたいのかっていうとう、まあそのテクニックとかノウハウとか稼ぎ方っていうのが大事なんですよ。大事だけども、結局それを使う人の心、マインドが、うん。ちゃんとできてないと使えないよと。まあスポーツだとね、真偽一体っていうね、心が先にありますけども、 うんやっぱりね、まあ、いろ、久保さんもいろんな人見てると思いますし、僕もいろんな人見てるんですけど、これからも見続けますけど、やっぱ考え方だったりマインドが、あちゃんとしてないと、ちゃんとしてないとというか、なんか、まあ、一言で言うと、昭和、昭和の言葉で言うならやっぱ、気合がないと無理なんじゃないかなと思いますね。逆に気合があればね、僕は稼げると思うんですよ。うん まあ今回チャリ、チャリ30万円ありますけど、30万も,も気合いがあれば稼げると思うし、ね。ああ、なんだろうな。ああ昔ね、あの、吉谷と、吉谷。<laughs> 100万くらい稼ぐの、ネット、あ,あじゃあネットで稼ぐ上で何が一番必要だと思うって上から言われた時に、まあ3分くらい考えて、いや、気合いじゃないですか、みたいな。<laughs> だよな、みたいな。 <laughs> なんかね、まあ、昭,昭和昭和っぽくてね申し訳ないんだけどもでも高度経済成長を成し遂げた日本人、まあ、今はね世界の指に入るのはねトヨタとソフトバンクぐらいしかないと思いますけど、ね、すごく敗戦国がねここまで。 成長を遂げたっていうのは多分日本しかないと思うんですよね。しかも、なんだ、原子爆弾を落とされた国ですよ。ね、広島、長崎に。原子爆弾を落とされた国がここまで世界に晴れる国になるっていうのは、これね、まあ、プロジェクト X も僕はいっぱい全部、まあ全部っていうか結構見たんですけど、も何があったのかっていうと、もう気合しかねえじゃねえかなと思いますけどね。ものづくりに対する情、まあ、気合だったり情熱だったりとか、 うん、なんか、それがあったから、それが、そのレベルが日本人、ヤマト魂みたいな、ヤマトくんですよ。ヤマト魂みたいなのが強かったから、僕は日本っていうのを国は、あの、立て直して、世界に晴れる国になったんじゃないかなと思うんですよ。で、今日本が低迷してるのは、その気持ちが弱まったと。だそのコンサルセンの話じゃないですけども、今と昔ですよね。昔は、 ね。ヤマ魂があったわけですよ。日本人には。だけど今は、なんかぬるま湯に使って、なんか、それがないんじゃないかなと。うん。別にか、稼ぎたいと言いながら稼がなくても飯食えるし。うん。なんで稼ぎたいのにやらないのかなっていつも思うんですよね。うん。だから根本的にその、なんだろうな、気持ちですよね。その、気。まあ、気合というか気持ちというか。 そういうのが本当に薄いんじゃないかなと思うんですよね。だらやらないという選択がない、挑戦しないという選択がないと思うんですよ。新しいことやるっていう。だってね、今の主会社の給料じゃきつい言うてるわけじゃないですか。じゃあ新しいことやるか転職するかしかないじゃないですか。でもやらないっていうのは続けないっていうのは、それは本当、本気で自分の人生を変えたいと思ってないだろうし、死ぬ気になれないだろうし、 死ぬ気になってないだろうし、腹くくってないだろうし。うん。あ久保さんもね、言ってましたけど、だこれでダメだったら、まあ、文句言ってやろうみたいな。だから、とりあえず、まあ、全部や,やりきろうみたいなね、うん。やらずして文句言うのは、それはアンフェアだからね。あの、めちゃめちゃやって、それで稼げなかったら、まあ、言ってやろうみたいなね。あのクレーム言ってやろうみたいな言ってましたけど、 まあ、結果的に稼げたみたいなね。<laughs> 結果的に稼げて、今こんなになっちゃってますけど。うんまあ、気持ちですね。はい。ということで、思い出話でした。いってらっしゃい。